騎士を知ってもらう企画を作っていただきまして、うん、本当にありがとうございます、はい、いやいやとんでもないます硬いな緊張してる騎士紹介する会なのになんか予想以上緊張するなよ緊張してるよああ、終わりだよここで緊張したらこっち意外と怖いですよそうこっちは多分できますこっちは怖いやってみたら騎士を知りたいんだ騎士知りたいのよいや初めましてですアイサリとか知ってくれてるって自己紹介ありがとうございます、はい、博士さんと何博士さんとどうしたのえはじめまして柴崎さんもすごい可愛い井上さんすぎないもうやだ桜坂ファン仲良くやりたいよ今日楽しい井上さんありがとうございます、はい、知ってくれてましたちなみにいやまあ黄色の方と黄色の方ってなんだその言い方メガネの方っていう、ね、知らねえじゃねえかよ、はい、そうですなんだ黄色の方とメガネの方ってもうデブでしょまず、まあ、今日知っていただければね、はい、今日はめっちゃ知りたいです、ねはい、ありがとうございます、はい、せっかくいじってくれてんだからもうちゃんと突っ込めよちゃんとどのぐらいでいったらいいかがわからないんだ桜坂にビビってなんか弱めに怒られるかもしれないからまずそのプロフィールとかね我々をもっと知っていただければそうですさすが企業流れが俺だよ、はい、俺が今日お前をいじる側だからはっきり言うで冷めるわ、ね、冷めるって言うの知ろうって言ってんのそうだよ何いじるって知りたいまずは僕たちのプロフィール、うん、プロフィールねありますので、うん、教科書4ページを開いてください高野さんに僕です、はい、1989年生まれ35歳 35? 岸も同級生です、34歳で中学校の同級生、はい、2012年コンビ結成しまして魔石芸能社に所属しております、はい YouTube チャンネル高野さんを怒らせたいが、うん、登録者35万人すごい、はい、ありがとうございます YouTube をきっかけに最近はいろんな番組に一応呼んでいただき始めてます、はい、で仕事がどんどん増えてきてました、うんはい、ただ業界内では僕らを心配するこんな声が上がっているそうなんです次のページお願いします高野ってすぐに怒る人でしょ岸ってどんな人なの、うん、確かにまあ、うん、なんだよまあっていやいやいや普通に弱いなちょっとごめんなさい本当におおとかでしょここいやいやいやそんなリアクション指定されないのあーねー最近よく上がる話をしたんだろあーねーとかそんなあるあるあるでしょあるあるでしょもっとこうくん来てくださいよもういや来たっても知ってることだもんこれはみんな分かってる、うん、そうこれしかない人だからなんとなく僕はちょっとでかい声と か、うん、なんか怒るとかそういうキャラでなんかやってるみたいな感じで言われてますけども、うんうん、今だからバイキングの小峠さん、うんハリセンボンの春菜さん、はいはいはい、ダイアン津田さん素晴らしいそして僕が今業界人が怒らせたい4大芸人と言われてます、なるほど入ってんのみんな今業界人はなんか僕と絡みたいんですよ、うん、よかった元気ねえぞこの野郎元気ねえよヤンキー先生少年野球なの今元気ねえぞ元気ねえぞ声出していこうノック行くぞって声出していこう声出していかないともっといやいや、はい、楽しい聞いてる時間じゃん今だからそうです聞いてる時間ですけどあーとかうおーとか同じじゃねえかよまあ引き出し少ねえなお前正直岸高野はまだ岸のことが全く知られていないんです、うん、まあね高野ってコンビだったんだみたいに言われますからね、そう言われたり岸がどんな人なのかまだみんな知らないですよね確かに知らない、はい、その業界の声を裏付けるよう隣のページにコンビの仕事量の違いがあります高野87本岸53本いやいやそんなに差ないじゃんこんなに差出るかってぐらいの出てないじゃんこんな数字出すなテレビでねえ髪の毛が何百本とか言ってるやんそうそうそう高野がそもそも全然出てないじゃんねえ全然出てない出てます出てます高野が売れてない売れてない出てるんですすごい長い時間とかのやつなんで本数こそ少ないですけども内容がすごいんですよ内容が内容が高速時間とか4日間ぐらいねまだコンビでちょっと呼ばれることがまあ多かったりはするんですけど、うん、徐々に仕事量にこう差が出てきてしまってるんで、うん実際少しずつちょっと不満みたいのも出てきてるんですよあそうなんだ、はい、高野が、はい岸になんでなんでたまにコンビで番組に呼んでもらった時僕は岸に対してこんな不満があります、はい、次のページ岸はもう俺しかいじってこないもっと他の共演者にも絡んでいけ、うん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 、そもそもなんか全然前とかにもなんかあんま出てこなかったりもしますしそういう時、はい、タイプ的にで僕をいじる感じでもっと他の共演者をいじるとかもしてほしいなっていう、うんうんうん、これはどうなの岸くんは高野が、うん
その俺がいじらなくて成立するのであれば、うん、他の人に行きますけど、うん、そのまず高野を出したいんですよ。なるほど、はい、はいはいはい。なんで俺はこいつをいじることだけ、うん、今とりあえず集中しちゃってるところは確かにあると思います、うんうんうん、今ね、はい、時期だからね、うん、そういう確かに、はい、確かにまだそこ俺はその高野は80何本で満足してますけど、うん、俺は高野はもう100本以上出てほしいんです本当は。なるほどね、満足はしてないですけどね。80何本で満足してる高野と僕は違うので。満足はしてねえよ、はい、お前もっと前に出るためには、はい、天の声何なんか満足はしてねえと聞こえたよね。こっちですこっちです。なんかこう高野のいろんな引き出しを出せるようになりたいなっていうのをちょっと考えながら確かに、今日も立っちゃってるところはあるかもしれないです。まあ、今すごい時期だって考えてんなら、その戦略の時期かもしれないですけど、ね、確かにその時期だ今。違う違う違う、待ってください待ってください。なんだこの野郎喧嘩になっちゃいますから。お互いになったらこっちからはダメなの？そっちから言ったら喧嘩で終わってしまうので、言ってくるから合うかなと思って波長が。そこは折れていただいて。あ、そうなんだ。ごめんお願いします。間違えちゃった。難しいですね。ごめん。難しい。僕がだからこうやって打ち合わせで言わせていただいたんですよ。うん、そしたら岸も個別で打ち合わせしたらしいんですよ。うん、そしたら岸がスタッフさんに言ったのが、うんうん、次のページ。はいはい、焦らないでくれ、まだ俺のターンは来てない。わかる。いや、そうそう、一番わかってる。全部わかってる。ちゃんと考えてます。違う違う、わかるじゃなくて、そのあれですよ。わかる。若林さんもちょっとなんだこの野郎。なんだこの野郎。ほらなっちゃったじゃねえかよ。近所のおじさんだよ今。なっちゃうって言ったじゃないですか。どこゴミ捨ててんだと。どこでゴミ捨ててんだ。なんでダメなんだこの野郎。ゴミ捨てアウトレイジなんだよ。じゃあ若林さんもちょっとこういう状況あったとは思うんですよね。でもすごい岸君の気持ちが分かるっていうか、振られたら春日の話を聞きたいっていう MC の方々、レギュラーの方々なんで、若林の話がなんか欲されてる感じしないっていうね。そうそう、本当にそうなんですよ。だから春日ってどんなやつなのの、はい、しかも2年ぐらいありましたよそれは。はいはいはい。澤部さんとかはうちの場合はそれ俺がバーって結構言ってだんだんそう腐っていくというか、今がね、それがまたそのキャラとしてこう上手くなったけど、はい、今の段階でこう冷静になれてるのはまあいいんじゃないかな。変に焦るよりね。なるほどね。これ岸君は、はい、なんか焦りっていうか悩み、はい、悩んでるわけじゃなさそうだね。その芸人お笑い始めた以上前出て、うんうん、その自分も目立ちたいっていう気持ちはあるんですよ。ある、うんうん、はい、もちろんそれはないわけじゃないんですけど、うんうん、コンビで考えた時に、うん、やっぱりその高野の方がキャラクター強いですし、確かに、うん、みんな気になってると思うんで、うん、まずこっちを目立たせたいみたいなのがちょっと、うん、なるほどね、一番最初に来ちゃうんですよ、うん、どうしても。いや、そうだよね、はい、うん、いい相方じゃねえよ。すごく親身に考えてくださってるじゃないですか。うるせえよ。初登場だぞ今日。謝んなくていい。相方どうなってんだ。あとなんで俺に相方のこと聞かねえんだよ。こう聞いて俺んとこに振るの怖かった。振るのちょっと怖かったんですけど。コンビとして先に高野を売り出したいという岸に対し、積極的に前へ出てほしいという高野。研究部メンバーにももっと岸に興味を持ってほしいということで、ここからは岸のプロフィールから確認することに。身長が172センチ、体重が121キロ。太ってますよね。うん、なんだそれ。なんだよそのまとめ方。あるかよ。すごくないよ。よくないよ。失礼だろ体型のこと。岸高のネタ作り担当。はい、あれ岸がネタ考えてます。え、そうなんだ。ね。逆だと思ってた。思いつくわけねえだろあんなもんが。思いつくよ。またあんなもんて。岸がネタ書いて何やってんの高野。コーラ持ってきたりな、コーラ持ってきたりな、あ、そう、コーラ持ってきたりとかもしてるよこいつ。マジでそういうやつなんですよ。ドリンクバーちょっと話あれですけど、うんうん、メールとかで3とか送ってくるんですよ、うん、3だけ、うん、集合する前に3、うん、3っていうのは、うん、エナジードリンクとアイスコーヒーとタバコなんですよ、うん、でこの3つを買ってこいって言って、うん、僕のこと毎日毎日こき使ってるんですよ。これマジで どうなんですか。これってみんなそうですか。聞いたこ
ことないよ。そんなのは聞いたことない。でもこれその爆笑問題さんはそうらしいよ。そう買ってくんだよね、田中さんがね。買ってくる。嫌だっつってんじゃんって言ったらもう土下座してこいつが、買ってきてくださいお願いしますみたいな、街でなんか大きい声でやられるんですよ。そしたら俺がさ、あやめてきしってなるじゃないですか。かわいそうじゃない。何その話、なんでそのブリッジ。かわいそうじゃない。かわいそうじゃない漫談なんだよ。なんだよ。ちょっとねそれ言い訳させてもらうと、その、うん、めちゃくちゃジンクスとかが好きなんですよ俺。はいはいはい、だから勝負の時は赤い靴下履く、今日赤い靴下履いてます、はい、とか高野がちょっとコンビニ行くけど何かいるものある、ライブの入り前に行ってくれた時があって、その時にその3つを頼んだんです。で買ってきてくれてお金払った、めちゃくちゃ受けたんですよそのライブ。だからその受けたいライブの時だけはそのお願いするようにしてるっていう。なんでそのエピソード知ってんのにはしょったの。それは最初一番最初そうだったかもしれない、うん、でも何回もその後滑ったろうが。それ俺が買ってきて何回も滑ったらそのジンクス終われよ。あーそうね。悲しい悲しい悲しい怒り。ラジオとかだとすっごい生き生きしてるんですよ。なるほど、はい、いいじゃん。結構二人きりの関係の時とかはブワーって喋ったりボケてモノマネしてみたいな感じでもう何でもやるみたいな。はい、でなんかちょっとこうなんですか、ラジオ聞いてますっていう人は、はい、岸さん好きですとか言って。いいじゃん、それめっちゃいい流れができてる。その水曜日のダウンタウンとか見ていただいて、そのラジオ聞いていただいて、でもその相方の岸の感じが好きで、あのずっと聞くようになりましたみたいな。固定になった、はい、人も結構多い。いいじゃん、強いやつ、それいいじゃん、はい、いいっつってったろだからよ。いやいいじゃん、いいじゃんって、いいじゃんって。若林さん聞いてください。じゃあ、いいじゃん、あいつじゃん、いいじゃんじゃなくて、いいじゃんいいじゃんって言われたんすよ俺今。いやいやいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、じゃんの言い方がね、むずいよ。正解は何だったんですか。あ、いいじゃん、おーおーおー、そんなとこあんの、いいじゃんでしょ。言ってたよ、言ってたよ、違う違う違う、いいじゃん、いやいいじゃん、だからいいじゃんみたいなテンションでしたよ。それの何がダメなんだこの野郎。うるせえこの野郎。出てきたおじさん、おい、ほら動画撮って撮ってんじゃねえよこの野郎。からな、撮ってんのか、ショート動画撮るなよ、ショート動画動画撮るなよ、撮るなよ、撮るなよ。この動画の続きはアベマで、最新作は無料、さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。